ああ、どうした、どうした本物ですよ、ね、はい、ストレッチを医学にザ・出張編でございますね。今日はこの 3S 栄東に来ております。高松さん、よろしくお願いします。初の金子はどうですか？言わされてるんですか？大丈夫、ちょっとよくわかんない返答ですけどね。悩みは何ですか？数年前に左から交通事故で首をちょんってやられて、首をちょんってやられたの？交通事故なのになかなか急な事故ですね。ギャーだよな。あと十数年ずっとパネージでやられて、なるほど、ギュッとしてパーにして、なるほどですね、戻らないのね。あと骨神経もどきって言われたんですけど、これ偽物だと。はい、で仕事上美容師をしてるので、こういう作業とかが多い。あ、頭洗ったりとか、お尻のからもうこの辺くらいまで下にとか走ったりとかしたら頭痛。朝がかなり怖がって、うん、手はグーってなって戻らないし、痛くても切るみたいな感じ。で伸ばさないと動けない。なるほど、ものすごい不幸オーラな感じのお話が今続きましたね。首、手、座骨神経、はい、この3つですね、はい、じゃあちょっと前屈とかしてみようか。そのぐらい、はい、ここら辺からピキピキ。痛い？痛いっていうか、なんかつった感じがします。こっちは頭で寝てもらっていいですか？はい、これじゃないですか？もう痛いです。こっちはないじゃん、なくないですか？私はすごいないよ。痛くなるとき左の方が痛くないですか？いっぺんにボンってくるから、どこがどこか分からなくなってきてて、どこがどこだか分からなくなってきた。はい、ジンジン痛い感じ。あ、ジンジン痛い、はい、なるほど。もし痛かったら教えてくださいね。はい、これは痛いです。え、痛いです。栄東のこのスタジオに来たことあるんでしたっけ？ないです。なんで来たことないんだ。栄東のスタジオに来たことあるの？なんでなんでないの？来たくて、いやー、あー、ちょっといるんだね。ちょっと見ましたけど、うわ、水中にいるんじゃないんだからさ、ゴーゴーってやめてくれる？グーにして、パーにして、治っとるよ。テレテテテレテレテレテテレ、ゴッドハンド、簡単な女。どこが悪かったの？性格。顎のこの後筋っていうのがあって、三叉神経っていう神経があって、これがですね、頸神経叢っていう神経。栄東に来たことあったんでした？ないんだよ、なんでないやん。これをちょっといきますか。どうしたどうした、息入ってくる？でも笑ってるよ。鼻ですね。鼻ですね。本物ですね。どういうこと？何が本物、偽物があるわけ？ぐちぐちぐちって何？鼻捨て。これつまんでいい？捨て、捨て、捨て、すいません。近づいて、ほら、すごい。いったよね。若干泣いてるんですよ。涙のストレッチなんだけど全然感動ではないっていう。こんな感じぐち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 してる。そんな大人います？これどういうこと？これでね、多分、はい、痛くないです。痛くないですよね、はい、これなんですよね。でも中指でしたよね。はい、あ、これ気持ちいい。なんだろう、気持ちいいって言われるイライラする。これ来た、すごい。カメラ見て、これ、はい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 、上向いて、ちょっと首やるね。息吐いて、グイこれがね、低いんです、その痛いの。今取れたよ、はい、ほら、ちょっと右向いて、上向いて、吸って、吐いて。何やってるんですか？それ 大切なことなんですよ、これ。科学的に大切なこと。じゃあ、サバンナ。サバンナ。サバンナとサバンナって似てません？よいしょ。息止めて、お腹膨らまして。よいしょ。おお。よし、ーんと。あ、しなやか。おお、いいじゃないですか。おお、いいね。拍手。いいじゃないですか。しなやか。おー、しなやか。おー、いいじゃないですか。いいね、いや、拍手。ほら、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 拍手。素晴らしい。すごい。すごいね、滑らかで。ムカつくない、その手ぶらしみたいな動き。いい感じです。いいですよね。なんか一番の原因はここっぽいんですよね。手締まり。
自分でできますか？自分でできますよ、セルフケアとして。やっぱり、でも我々トレーナーにやってもらうのとはちょっと強さが違いますけど、でもトレーナーにやってもらう時間もあって、家に帰ってご自分でやってってなれば、さらにこう卒業の方に向かうじゃないですか、はい、で座骨神経はとはいえなんか癖になってることがあると思うので、立ち方なのか歩き方なのか座り方なのかで何かしらで原因があるんですよ。ガニ股です。ガニ股ね。そういったものは少しずつどこで解決すればいいかなと思いますか？そうでしょう、今分かった、なんだここでしょうよ。ただ単に素敵なだけじゃなくて、私がだんだん神様に見えてきたでしょ。何も神様、神様です。はい、神です。今神様ですっていう言葉が噛んでるけどね。神神って噛む人いる。というわけで大成功でございました。ステレッチ中学に金子と高松です。はい、ありがとうございました。大成功です。カラオケ魂コンテストに出場します。このコンテスト、皆様の一票一票のお力で優勝が決まります。 YouTube のファンチャンネルさんの主催のものです。ここで金子優勝したいですね。金子が優勝することで、金子の持つ神経ストレッチテクニックがさらに社会認知されると思いますね。その結果、多くの人が救えます。皆さんの一票一票、ぜひ金子たちによろしくどうぞ。それでは皆さんの痛み、硬い体、金子ただしが解消します。金子ただしのストレッチで幸せになりたい人、大募集です。行ってみたいという方、概要欄から。